7月15日殉教者の橋7月15日殉教者の橋はトルコのイスタンブールでボスポラス海峡に架かる吊り橋である。かつてはボスポラス橋もしくはボスポラス大橋と呼ばれ、ボスポラス海峡に架かるもう一つのボスポラス橋と区別するため第一ボスポラス大橋と呼ばれることもあった。ボスポラス海峡への架橋は1957年に 当時のアドナン・メンデレス首相によって決定された。完成は1973年10月30日、トルコ共和国建国50周年記念日の翌日のことである。2016年7月15日に軍の一部が起こしたクーデター未遂事件では兵士が橋を封鎖し、これに抵抗した市民が犠牲になるなど象徴的な場所となった。 7月25日、ビナリー・ウレグルム首相により現在の名称に解消されることが発表された。建設から30年以上経過した上、想定交通量を大きく上回る交通量があることから、大型貨物車両の通行制限を行わざるを得ないほど劣化が進んでいたことを受けて、2013年12月から2019年3月にかけて、 IHI インフラシステムなどの共同企業体が大規模修繕工事を実施した。この工事では従来斜めに張られていた240本のハンガーロープを円直に張り直す作業を交通開放した状態で実施するという世界初の試みが行われるなど質の高いインフラの輸出に貢献したとして2021年6月18日に 第4回ジャパンコンストラクション国際賞建設プロジェクト部門において国土交通大臣表彰が授与された。全体の負荷がかかる橋梁中央部では90センチメートル程度たわんでいる。交通量は約18万台日である。平日は時間帯により中央線の位置が変わる。平日朝の通勤時間帯は交通の多くがヨーロッパ側へ向かう西行きのため、 六車線のうち四車線が西行き交通に割り当てられている。一方、平日夕方は四車線がアジア側へ向かう東行き交通に割かれ、西行きは二車線のみとなる。開通後四年間は、島内エレベーターを用いて橋を歩いて渡ることができたが、現在では歩行者や商用車の通行は禁止されている。橋の東側に、 料金所が設置されており、ヨーロッパ側からアジア側へ向かう車両に限り通行料が課される。支払いは、AX と呼ばれる料金自動収受システムもしくは、KGS と呼ばれるプリペイドカードシステムに完全移行し、2006年より現金による支払いはできない。ありがとうございます。